はい、始まりました東美北チャンネル、本日が5月の7日、土曜日、満開から約33日くらい経過いたしまして、ほぼ1ヶ月経過しまして、実の回りの方もね、ほとんどの品種で、分かってきたような状況です。今年に関して言えば、結論から言いますと、昨年と比べて、順調に結実しているんではないでしょうか。昨年はね、霜の被害でかなりやられたんですが、今年に関して言えば今のところ順調に結実しているものと思われます。それではね、実際にねどんな状況なのか近くで見てみたいと思います。はい、それでは見てみましょう。順調にね、実の方ついてますね。こんな感じでね、残しているところ、ほとんどついてるような感じです。これがちょっとついてないですね。はい、上の方を見ましても、順調についているんではないでしょうか。こちらの木もね、順調にね、結実しております。はい、果実の大きさの方も、約2センチということで、前回から、大きくなってますね。はい、こちらの方も約2センチ。先週と比べてね、日を追うごとに、順調に大きく成長しています。はい、ということで、近くでね、見ていただきました。順調にね、結実して、実の方もね、大きく育っているんではないでしょうか。今後の管理についてなんですが、もう実止まりの方も、おおよそね、分かってますので、予備撤下、していけばいいのかなと思います。そしてね、近年ではね、極早生品種と言われるね、花嫁であるとか、あと、姫小夏、あと姫丸子等をね、すごく早く収穫できる品種とあります。そういった品種をね、優先的に先に予備撤下、なんならね、いきなり仕上げ撤下していただいてから他の品種に回ってもいいかと思います。そしてね、気をつけることといたしまして、あとね、3週間くらい経ちますと降格期と言われるような時期になります。その時期にね、実を触ってしまいますと角割れであるとか生理的落下をね、引き起こす、可能性もございますので、降格期の間はね、触らないようにしていただいて、それまでにね、袋掛けができるような、状況に持っていっていただければいいのかなと思います。あと病害虫に関して言えば、今のところちょっとカメムシがちょっと見えるかなというような、状況ですね。その他は線香であるとか、そのあたりに関しては、今のところ順調に防除できているのかなと思います。これからね、いい天気が続きますと、肌にとかね、発生したりもしますので、天候等と合わせて敵機防除をね、気をつけていけばいいのかなと思います。というわけで今回は、桃の生育状況見ていただきました。今回もご視聴ありがとうございました。